こんにちは、谷口幸太郎です。本日は、フィットのディーラーオプションの続きの話をしようと思います。以前、ディーラーオプションで、えー、追加で付けたいやつ、これ付けたいから、まあ、今かん、検討してる人は、まあ、最初から、気になる人は最初からつけといたらいいんじゃないっていう話をしてました。このスポーツペダルとステアリングホイールカバーとセレクトノブですね。で、結局その後、えー、社外品のカーカバー付けて、 社外品のカーカバーつけて、社外品のスポーツペダルつけたと <laughs>。いう感じで、社外品つけました。で、このカーカバーが2200円。で、これが3900円ぐらい。まあ、4000円ぐらい。で、スポーツペダルが3200円に800円の滑り止めを追加で、オプションでつけているので、まあ、約4000円ぐらい。ってことで、ま、4000、4 0 0二2 0 0円。まあ、約1万円ですね。3つで、約1万円で、まあ、材料費というか、そういう自分の作業時間抜きで、 えーまあ、単純に払ったお金としては1万円ぐらいで付けることができてで多分これを付けた時のこれも結局自己満に近いと思うんですよまあ触り心地が変わるとかそういうところででこれとかはもう見た目とかなんで、まあ、踏み心地変わるかどうか分かんないですけど多分ほとんど変わんないと思うんですよねあ変わっちゃあんまりいけないような気がするのでただからまあ見た目が良くなるとかまあかっこよくなるみたいなあとまあ触り心地が良くなるみたいなところで結構自己満要素が強い ところで、まあ、っていうかディーラーオプション全部自己満だと思うんですけどまああの自己満を手に入れるために、えー、8800円9900円1万3000円とかなんで、えー、まあ、大体3万円で高賃込みだと4万超えるぐらいのやつがまあ材料費としては1万円で自己満は手に入ったということですねではまああのー 自己満は手に入ると。社外品でも手に入るっていうのは、ちょっと一個選択肢としてなんかお伝えしたい感じですね。で、特にこのハンドルに関しては、取り付けが結構週末使ってしまったので、お金じゃないあのコストはかかってるんですけど、まあ、ただ取り付け自体がそういう作業も楽しめる人なら、それはそれで趣味としては面白いかなっていうところで、まあ、結構ね、付けたのは、完成した時、付け終わった時はかなり達成感があったので面白かったですね。 で、このハンドルは本当に、あの、純正に全然負けてないかなっていう感じがありますね。こう、触り心地とか、こ皮感とかすごいので。で、こっちはちょっとね、ボタンのところ、やっぱりカバーなので、ボタンがあの、カバーよりちょっと、カバーの、なんていうの、厚み分ちょっとこう、浅くなるので、ボタンが。ただ、あの、私はですね、まあ、ちょっと運転した感想も、あの、話すんですけどえ、こんな風に僕、僕というか持ってたんですね。あの、運転こうしながら、 こう、ちょっとこう意識して、自分がどんな風に使ってるかって意識したら、こういう風に握って使ってるのが多くてですね。全然あの、ボタン浅くなってるのは気にならなかったですね。で、むしろこの、この辺がこう、皮になったので、こういう風に持った場合、触るところが全部やっぱ皮で、皮で覆われてるので、結構使いやすいっていうか、触り心地はかなり良くなってますね。で、まあこんな感じで使えて、で、ペダルはまあ単純にかっこよくなったと。 いう感じですでペダルですけど一応付け方工夫というか、まあ、私のペダル付けたあの付け方なんですけどここのねもともとベースのペダルの右端を揃えて付けてるので別にあのここの間隔全く変わらないっていうかあの今までと変わらないようにあの使えるようにですね妙にここを狭くしたりとかしたらあの引っかかったりとかすると思うんですけどそこは問題ない感じで付けてますっていうところで ただ、まあ、あのー、実際運転して、全然、あの、つける前と対して変わんない感じ。<laughs> 変わんないのかよって感じですけど、まあ、変わんなくて良かった感じで,ですね。踏み心地、まあ、ちょっと違うか。でも、も、ま、う、あ、ほとんど変わんないですね。うん。まあ、ただ見た目が良くなったっていう感じですね。ねということで、えぇ、ー、まあ、1万円で、えー、もともと4万ぐらい払って、えぇ、ー、得ようとしてた満足感は得ていると。で、ただ1個ちょっと伝えたいのは、 あの純正もいいなって思いましたねあの、やっぱり若干ね、スポーツペダルを例えばつけるときに、なんか、無理くりつけた感じがあったりとか、あとまあこれに関しては、このボタンのところが浅くなったりとか、ちょっとね、やっぱ純正の方がすっきりしてるっていうか、あのこれとかね、やっぱ綺麗に、綺麗にっていうか、純正なんであの、そういうのはないかなそういうなんか、ここのカバーのボタンが浅くなるとか、ペダルも、まあ、ちゃんときっちりつくと思うので。 変な不安はないかなってところだから純正もかなりいいところは多いと思いますだから何だろうな特にねこれからね今見積もっている人とかは例えば見積もり端数切る感じで値引きしてくれるかもしれないのでつけてもつけなくても値引き額が変わるだけの可能性もあるのでだから見積もり前に検討している人はもう見積もり入れちゃうっていうのはありかもしれないですねでえまあなのでこれもおすすめですその自分の作業時間が まあただまあ見積もりにね入れられなかった人は社外品でも楽しめるっていうことをお伝えしたい感じですじゃあ、えー、以上ですバイバイ